まあこれね、ガチャの内容はさ、ほら、気にしなくていいからさ、ね。別にほら、あ外れれてた。も何でも構わないじゃない。お、ハロー。はい、こんにちは。このね、安心して、外れも安心っていうのはいいよね。だって、欲しいのはね、エッチのマントだから。運営に3000円くれてやるさ。くれてやれ。久々に生で宗太郎さんのガチャが見れる。わら、台がす揺ごれい。て。はい、外れ。はい、安定の外れ。外れだよね。こういう時は大体外れだよね。おまけがつくようなガくチャはす。大体これだよ。つらい。図工。変なムチ。誰だ？ムチは誰だ？ああ、リリアか。持ってるよね。こんなん持ってるよね。持ち物整理して。あれ、これ一回さ、交換しないとダメなんかな？エッチを先に交換しないとダメかい？二エッ回チのマ先テマリシアャっ持ってて。ませんでしたっけ？俺持って22ない。連目でエッミラチのボマで売テるリア人持っが多いてらない。しいよ、このガチャ。嘘。22連目でミラボ？じゃあ俺も出るかな？期待していいんかな？期待していいかい？交換しなくてももう一回引けるよ。もう一回引ける？よし、じゃあ先にガチャを引いちゃおうか。ジンクスに乗る宗太郎さん。22連目でミラボが来るのかな？じゃあ一発目で外しといて、ちょっとこう残念な感じにしておいて、2回目引いてミラーボールが3つぐらい来て、喜ぶやつだ。なるほどね。なるほど。よし、じゃあその2回目でミラーボールを俺に見せて交く換。れ。揺れて。ふざけんじゃねえよ、俺だけ。来ねえじゃねえかよ。ふざけてんだろ、一個ずつってバレた。よ。なめてんな。イエーイ。マジかよ、バレマた。ジかよ、失6000敗。円が。おかしいだろ、確率がよ。なんだよ、これ。何の弓なんだよ、これ。なめてんな、本当に腹立つな。 おかしいじゃん。ミラーボールの噂は聞いてたけど、俺も弱そうな弓。結構ミラーボール来るみたいな話は聞いてたけど、こバレれた、さすがです。こないだのラッキーガチャさ、ほら、お仕勇者事さ頑張ったんのに、のおまけがメインと、はい、これは、わら。勇者さんのほら、パクリのラッキーガチャ回した時も虹1個だったじゃん。おお伏せかか、しいじわら。ゃん。これ高すぎるじゃん。マテリア取るのに高すぎるじゃん。でもこれ持ってないな。まあ、たまたま持ってないみたい。フランバースとか持ってなかった外かれらてまだもいいって言っいいてけたど。じゃん、わいや、ら。外れちゃダメ。じゃ、外れちゃダメなんだよ。外れてもいいよって言っておいてだよ。言っておいて、で、いっぱいのやつでしょ。本フ当ラにイ外パれイちゃうつじゃん。な。本当に外れちゃうじゃん。なんなんだよ、俺は。知らんかな、わら。金額、こう、6000円の価値を考えろっつうんだよ。6000円、3000円のマントを買うか。じゃあ、あれ、持ち物整理か。くそ、マントをもらおうか。マントをもらおうか。どこだ、あった。はい、取った。そして、ミラー4つきました。みんな4つ来た？本当に4つ来たん？
俺キラニジ2個しか来ないけど、おかしくない？おかしいよね。72すごい。ミラー、それもうスーパーラッキーだよね。本当にさ。そしてこのティファの、え、これ持ってないよね、本当にね。まあさっき確認してたんだけど、大丈夫だよね。宗太郎さんのミラーが他の人へ、笑。本当だよ、それあの俺の分だよ。